2010AFC 女子アジアカップは2010年5月19日から5月30日にかけて中国生徒で開催された第17回目の AFC 女子アジアカップである。オーストラリアが同大会史上初めて優勝したほか、準優勝した北朝鮮の張雅美が大会最優秀選手賞を日本の安藤小杉が大会得点王を開催国の中国が フェアプレー賞をそれぞれ受賞した。この大会は 2011FIFA フフ女子ワールドカップの AFC 地区予選を兼ねており、決勝戦に進出したオーストラリアと北朝鮮、及び3位決定戦で勝利した日本の合計3カ国が出場権を獲得した。詳細は 2010AFC 女子アジアカップを3勝以下の競技場が会場として用いられた。2010年5月19日より、 中国、生徒の2つのスタジアムにて予選を突破した3カ国に予選を免除された5カ国を加え、計8カ国で戦われた。出場国は4カ国ずつ2つのグループリーグに分けられ、ふさあたり1回戦のリーグ戦を戦い、グループ A では3試合すべてで勝利した日本と、タイミアンマーに勝利した北朝鮮が決勝トーナメントに進出した。タイはタイムアンマー戦で勝利して、 勝ち点3を獲得し3位となった。ミャンマーは3試合全敗であったものの、大北朝鮮戦では、ゴールキーパーのメイキンヤーミンがシュートを何度もセーブし、2失点に抑えるという活躍を見せた。グループ B では、東アジア女子サッカー選手権時の代表選手の一人、馬、赤月朝日が怪我で欠場しながら、グループリーグの3試合で2勝1分の中国と韓国、 ベトナム戦で勝利して2位につけたオーストラリアが決勝トーナメントに進出した。韓国は東アジア選手権で得点王となった柳栄宮美がベトナム戦でハットトリックを達成する活躍があったものの総勝ち点数4にとどまりグループリーグ敗退となった。ベトナムは対オーストラリア戦では得点機会がありながら決めきれずまた対韓国。 対中国戦では大量失点の末敗北し、勝ち点の獲得はならなかった。5月27日に行われた準決勝では、第1試合で前半ロスタイムのキャスリン・ジルが挙げた、得点を守りきり日本に勝利したオーストラリアが、第2試合では延長戦にもつれ込んだ末、109分に得点を挙げた北朝鮮が、それぞれ決勝戦に進出して、ワールドカップ出場権を獲得した。 5月30日に3位決定戦及び決勝戦が開催された。3位決定戦では開催国の中国に日本が2対0で勝利してワールドカップ出場権を獲得した。決勝戦では前半にサマンサカーが先制点を挙げたものの、後半での超マスミのゴールで両チーム同点となった。延長戦でも決着がつかず、 PK 戦を行った結果、5人全員が PK を決めたオーストラリアが勝利し、同大会初優勝を飾った。グループ A、編集、チーム1 v チーム2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 グループ B、編集、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、 チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2準決勝、編集、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム23位決定戦、編集、チーム1 v チーム2決勝、編集、チーム1 v チーム2。ありがとうございます。